国道19号起点愛知県名古屋市八田区、厚田神宮南交差点国道19号終点長野県、長野市西尾有部交差点国道19号は、愛知県名古屋市から長野県長野市に至る一般国道である。岐阜県江那市から長野県塩尻市にかけて、旧中山道に相当する。高速道路では、愛知県岐阜県中津川市にかけて、 中央自動車道と長野県内では塩尻市安住野市で長野自動車道と鉄道では名古屋市長野県塩尻市にかけて中央本線と塩尻市安住野市で下野井線と並走する一般国道の路線を指定する政令に基づく奇襲点及び重要な経過値は次の通り国道十九号に相当する街道は塩尻市江那市は中仙道 えなし名古屋市は下街道ということになるが、1952年以前に国道だったのは中仙道の区間のみである。北国西街道そのものは、現在の国道403号に相当する街道であるが、この街道を踏襲した、府県道長野飯田線が、その後、現在の西側沿いに路線が変更され、国道19号へと受け継がれている。 1885年の内務省国時第6号、国道表では、中山道が国道7号、東京より神戸港に達する別路線に指定された。このうち、現国道19号に相当するのは、塩尻、時まである。また、名古屋側の一部が、国道10号、東京より、名古屋賃大に達する路線となっていた。 1920年施行の旧道路法に基づく路線認定では、97号がほぼそのまま、国道14号、東京市より、京都府庁所在地に達する路線となった。1934年、甲府までだった国道8号が延長されて、東京市より、京都府庁所在地に達する路線となり、国道14号だった下須は京都は、国道8号の方が、 上位路線となった。この間塩尻市から長野市間は、府県道長野福島線に指定されており、その後1923年に長野飯田線の路線の変更に伴い長野、福島線も現在のルートに変更された。1952年12月4日、新道路法に基づく路線指定で、名古屋、時、塩尻長野を含めて一級国道19号として、 指定された。1965年4月1日、道路法改正によって1級、2級の別がなくなり、一般国道19号となった。国道19号、国道22号起点ポスト、愛知県名古屋市厚田区厚田神宮、南交差点時市泉町河合の国道19号、時バイパス。 長野県木曽郡渚町、飯田方面への国道256号への分岐。長野県松本市渚義最町目付近国道158号と、国道143号との交差なバイパス岐阜県、江那市町、島町正江桜通海道都市部国道22号との、重複区間愛知県名古屋市厚田区、白鳥用構造物道の駅交通規制を、 山椒長野県長野市新州新町水内中部地方整備局管内関東地方整備局管内ありがとうございます。